師匠、はい、ちょっとげっそりしてるんですけど。なんでやねん。でしょ、悪いもん、ついに、ん、悪いもんでも食べたんか。そうなんですよ。もうだから今日は帰っていいですか。あとにせえや。げっそり、せめてそのげっそりの理由を言ってからにせえや。はい、変なもの食べたわけじゃなくてですね、はい、あの動画を見てしまいまして。何の動画やねん。青汁王子の。あ、ついに見たんか。見ました。あ、一応見ました。あ、そろそろ、いや、あの、なんで見ようかなって思ったかっていうと、うん、ある動画のコメントで、うん、あの弟子さんも綾華道のちょっとレベル、なんていうんですか、そんな書いてあったか忘れたんですけど、レベル的にちょっと上がりましたねというか、うん、あ、ちょっとこう一歩進みましたね的なコメントを見つけて、うん、あ、これは弟子はそろそろ見ても大丈夫かもしれないと。あ、青汁王子襲撃事件ね、はい、青汁ヒルズ、はい、黒川敦彦、はい、青汁ヒルズ襲撃事件の話やん。はい、いわゆる、うん、はい、あのズーム会談よりは体勢がついたと思いまして、うん、見たよな。見ました。で結果、うん、げっそり。なるほど。納得。やっぱダメでした。納得した。げっそりの理由に納得した。やっぱり。そして、うん、あの同じように全部は見れず。見れへんのか。ちょっと全部は見れへんや。飛ばし飛ばし見て。きつすぎて見れへんじゃな。きつすぎて、うん、内容はなんとなくの内容は師匠から聞いてたので、うん、概要はな、知ってましたよ、はい、うん、なんですがやっぱりげっそりで、うん、こう実際の声を聞くと、あの綾方の声を聞いたら、うん、やっぱりこう、みたいな。あ、どこに。まず私招待されて行ったんだなと思って。お前のとこでうんこしたから事件な。発言な。その青汁のとこでうんこしたって言っといて発言なの話な。まず、はいはい、青汁王子にこうなんか直で青汁王子から来てくださいと言われて行ったんかと思ってたんや。そう思ってたんですよ。そしたら、うん、違ったんだなと。そうやな。だから青汁ヒルズの中にバーみたいな部屋があって、うんうん、そこはまあ青汁王子の知り合いやったら好きに勝手に来ていいよみたいなとこがあって、うん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 、でそれは綾香姫は、うん、綾香さんは誰かその青汁王子の知り合いなんかつながってる友達かなんかに連れられて行ったっていうだけの話やね、うんうんうん、直接来いって言われたわけではないってことな。はい、それを理解したよな。理解しました、うん、それでこう伝えたいこと、言っておきたいことありますかみたいな質問があったじゃないですか。それにこうその問題発言が来て、お前のとこでうんこしたからって言っといて発言な。え、なんでこれを言えるんだろうと改めてびっくりして。そのシチュエーションで。そう、改めて、ね、確かにそうやな。そのそや、説明だけ聞いたら招待されていった話かなと思うけど違うんだな、これが。なんか友達に連れられて行ったことあるよっていうことを、はい、何やろな。しかもその何のために言ってんやろな。いわゆるなんか圧力をかけたいんかな。いや、もう意味がわからない。なんかお前んとこ行ったことあるぞってうんこまでしたぞっていう、そういうなんかやっぱりやから臭がする感じなんかな。そういう脅しっつうかさ、わからない。もう弟子の頭には美露子先生がたくさん出てきまして、お前は何を言ってるんだみたいな。今バーン画像で出てると思うけどさ、編集でつけてると思うけどさ、はいはい、俺が編集で今つけたと思うんだけどさ。まあそれはええねんけどさ。あ、そこな、弟子が引っかかったとか、そこな、はい、それとその、うん、その同じ動画の中でこう、赤田がその立花さんうん、についても言ってて、その、うん、何でしたっけ、こうその立花さんが困ってるのを見るのは、うん、もうなんかどちらかといえば楽しいですけどね的なことを、なんか嬉しいというか、うん、なんかそっちなことを発言してて、その時にもこう笑いながら言ってるのが、あ、そういう人間やで。もうなんか、とズーム会談で弟子は分かってたつもりでしたけど、まだまだ岡山という人間を分かってたつもりやけど、まだまだでした。だからその2大
二大げっそり動画や言ってないけど、ズーム会談と青汁動画はよ、はい、もう意味が分かったやろ、はい、まあその先輩方に言うと言いますと、 まだこれもありますよ、これもありますよとかいっぱいあるんやと思うけど、宿題いっぱい溜まっとんねん、ぶっちゃけ、はい、それできっとこの弟子のこの発言を聞いて、うん、弟子より級をいっぱい持ってる先輩、団、うん、の先輩、もう師範代、師範もう家元、こういろんな方が多分弟子に今更というツッコミをくれると思ってる。いやでも別にそこは温かく見守ってくれるんじゃない。本当に、うんうん、もう弟子のアホさ加減は伝わってますかね。今なんか手こじいがやってきてネタが古いなとか言ってくるバカが湧いてくるかもしれんけどな、ね、弟子にも言うそんな言うかもしれんけどな、そういう、そういう古い新しいでしかマウント取れへんバカじいが来るかもしれんけど、まあそこは俺が後でやっつけとこう、あとでケチョンケチョンにやっとくからもう配信でさ、テコジンは弟子にも来ます、来るんじゃねえの分からへんけど、本当に、まあ、でもテコジンは女に弱そうやから弟子には優しいかもな、本当ですかね、し分からんけどよ、うんうん、分からへん、だから女の人全般に優しいかもしれんし、うん、相方のみに優しいかもしれんし、そこは分からへんの、いやもうテコジンの皆さん、うん、もし来るならお手柔らかにでお願いします、弟子にはあんまり弟子をいじめるなよほんまな、別にいじめたら俺はケチョンケチョンに言うからな、お前の配信でな、それにあえてこっちはメンタル弱いんやから耐えられへんやろ、この俺のケチョンケチョンには、もうだいぶ消えよったもんな、テコジー、もう師匠が唱えるから、もう初期の頃はいっぱい来てたテコジーがさ、うん、まあ全然おらへんからな最近、ネタに困んねん、師匠が級が上がって唱えるからですよ、うん、ああテコジーテコジーってトゲロスが聞いてきてたんだから、ほんま困ったもんやで、来てくれや、うん、もっとテコジーよ、メンタル弱々か知らんけどよ、うん、面白いねや、お前らのことをいじんのがお前らテコジーどもをいじんのが俺は楽しいの、そういう意味では俺は大津彩香さんと似てんのかもな、そうやってほんまに相手をいじってこううわーってなるのが俺は好きなんでな、はい、まあね、もうそのね、あの宿題2大動画、うん、こう弟子は見て改めてげっそりしましたっていうご報告です。そうやな、まあ確かにあれはこうげっそりするし大津彩香様という、うん、人物の本質がだいぶ見えるよね、うん、すごい、まあ、びっくりしたんや、びっくりもしたし、うん、怖いやっぱり、やっぱ怖いよ、怖い、怖いよねほんま、確かにあれ、あそこにいたら弟子怖い、だからなんでこんなこと言うのってほんま意味わからんよね、なんなのこの人はと思うよねほんま、ちょっと恐怖を感じるよね、確かに、はい、うん、そうか、それでこれでようやく弟子も10級くらいには慣れたんちゃうか、慣れましたかね、俺が判断することじゃないからさ、じゃあ先輩方弟子は10級合格かを判断していただければ、まあ、でコメントに書いていただければ、はい、お願いします、いや弟子ちゃんまだまだやったよか、まだ級持ちには早いよ、早いよと、うん、じゃあ判断してもらいましょうか、はい、お願いします、以上です、はい、日本で一番嫌われ